日本埼玉県埼玉市西区西新井西新井は、埼玉県埼玉市西区の大技。郵便番号は331-0049。埼玉県東部、埼玉市西区北東部の大宮台地上に位置し、北部及び東部には、定地があり、そこを浅間川が流れ、大ね上げ押しとの境界を成している。地区の東側を、上げ押し大技と咲南側を、大技内野本号。 西側を、大技、清川寺、北側を、上尾市、大技筒見崎や、中和来と隣接する。また、荒川佐賀川の河川区域内、上井橋のすぐ北側に入海地由来の飛び地が所在し、北側を大和、大技、差し置き領別所の飛び地、南側を大技左右場、生端で、川越し大技、古屋登ると隣接し、南側を、滝沼川が流れる。 この飛び地ほかその北側の市、境沿いに大小多数ある西区の大技の飛び地群は、西新井と同様にかつての差し置義量の13の村々が領有していた入海地の名残である。工作地の多い農業地域で、大宮花の丘農林公園や西新井ふるさとの緑の景観地などの自然が多く残る。北西側は雑木林を開発して造成した西新井団地と、 称する、まとまった、住宅地がある。元は、江戸期より存在した武蔵国足立群差し置き領に、属する荒い村で、古くは、中世末期頃より存在した、内野郷水旗荘に属されていたと言われている。村高は、昭法年間の、武蔵国伝園墓では75国、元禄郷町では100国余りで以降は、変化なしであった。スケ号は、 中仙道上尾塾に出役していたが、聖徳、安永年間は、日光成海街道大門宿にも出役していた。火星期の世帯数は21件で、村の規模は、東西10町、南北10町であった。地名の由来は、荒井の意には広くは、開墾集落を意味していることから、新たな開墾集落を意味するものと思われる。荒川沿いに、下谷原入海地を漁していた。 2019年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。高崎線宮原駅方面の路線バスが運行されている。埼玉市コミュニティバスは西新井方面へ運行されないが、代わりに埼玉市西区乗り合いタクシー、あじさ号の運行を実施している。また、当地域は、 アゲオシに属さないが、アゲオシ、コミュニティバス、ぐルっとくんが地区内に乗り入れている。かつては、臨在就寝用事があり、官営年間には寺小屋が開設されていたが、明治初年に、廃寺廃寺となった。ありがとうございます。